トランス脂肪酸とシス脂肪酸トランス型不飽和脂肪酸。トランス脂肪酸は構造中にトランス型の二重結合を持つ不飽和脂肪酸。トランス脂肪酸は天然の動植物の脂肪中に少し存在する。水素を孵化して硬化した部分硬化油を製造する過程で多く生成される。マーガリン、ファットスプレッド、ショートニングはそうして製造された硬化油である。 他にも、特定の油の高温調理やマイクロ波加熱によっても多く発生することがある。また天然には牛、羊など、半数動物の肉や乳製品の脂肪に含まれる。LDL コレステロールを増加させ、心血管疾患のリスクを高めると言われ、2003年に、世界保健機関、国際連合食料農業機関、 合同専門委員会よって1日1%未満に控えるとの勧告が発表され、一部の国は法的な、含油量の表示義務化、含油量の上限制限を設けた。世界保健機構は、トランス脂肪酸を2023年までに根絶させることを目指している。日本では、製造者が自主的に取り組んでいるのみであるが、同じように目標値が設定されている。 飽和脂肪酸の含有量が増加している例が見られる。パン、ケーキ、ドーナツ、クッキーといったベーカリー、スナック菓子、生クリームなどにも含有される。他にもフライドポテト、ナゲット、電子レンジ調理のポップコーン、ビスケットといった食品中に含まれ、製造者の対策によって、含有量が低下してきた国もあれば、そうでない国もある。そうした食品を頻繁に食べれば、 トランス脂肪酸を摂取しすぎることもある。植物油や魚油に含まれる天然の不飽和脂肪酸では、ほとんどの二重結合は死姿を取り、折れ曲がった構造である。一方、飽和脂肪酸を製造するために水素を添加し水素化させると、飽和脂肪酸になりきれなかった一部の不飽和脂肪酸のス型結合が、トランス型に変化し、直線上の構造を持つようになる。 このような不法和脂肪酸をトランス脂肪酸という。水素化は酸化による劣化が起こりやすいという面で扱いにくい。不法和脂肪酸から酸化による劣化がしにくいという面で扱いやすくするために行われる。トランス脂肪酸は自然界には半数動物の脂肪分に含まれている。半数動物の肉や乳の脂質のうち2から5%を占める。 これら動物の体内で微生物により産生されている。天然のトランス脂肪酸として、強薬リノール酸やトランスクリプションバクセン酸などがある。これらの天然のトランス脂肪酸は、天然の不飽和脂肪酸の中にわずかに含まれており、乳製品であるバターなどにもわずかに含まれる。人工のトランス脂肪酸は、不飽和脂肪酸から、 飽和脂肪酸を製造するための水素化や不飽和脂肪酸を多く含む植物油の生成の際に生じる。そのため不飽和脂肪酸を多く含む油脂を水素化して製造するマーガリン、ファットスプレッド、ショートニングには数から十数含まれる。また高温で長期間加熱された植物油にはトランスクリプション。 ヒドロペルオキシド不法和脂肪酸をはじめとする多様なトランス脂肪酸類が含まれる。なぜなら、シスタである不法和脂肪酸が空気酸化されると、ヒドロペルオキシド不法和脂肪酸やエポキシド脂肪酸など、過酸化脂質が生成されるが、この際に二重結合の転移反応が進行するために、シスタではなく、熱力学的に安定なトランス体へ変換される。 空気酸化はここに示した例からも先に進行しさらに複雑な化合物や樹脂化する。そして、ヒドロペルオキシ不飽和脂肪酸は動脈硬化の原因の一つと考えられている。また、強薬リノール酸も調理時の加熱によりトランス化することが知られており、一方で、オレイン酸は加熱によりトランス体の偉いン酸に変化することはない。調理された食品では、 トランス脂肪酸は脂肪の最大60%を占める。また、マイクロ波加熱は植物油中のトランス脂肪酸を明白に増加させる。牛乳を通常の加熱ではなくマイクロ波で処理すると強薬リノール酸が減少しトランス脂肪酸が増える。アメリカ食品医薬品局は食品に含まれるトランス脂肪酸の表示について規定を設けて 表示を義務付けている。しかし植物性食品に含まれるコレステロールの場合と同様の理由で、含有量が少ない天然のトランス脂肪酸を食品成分表示に関する規制から除外している。トランス脂肪酸を多く含む食品として高カ油がある。高カ油とは、有点の低い不飽和脂肪酸を多く含む油脂に水素負荷を行うことで、飽和脂肪酸に変換して、 常温で固体にしたもので代表的なものにマーガリンやファットスプレッドやショートニングなどがある。この水素負荷の過程で副産物としてトランス脂肪酸が生成する。水素負荷することで高回油に変化させる際は触媒のニッケルと不飽和脂肪酸とがパイアリル錯体を形成してから水素と反応させる。ニッケルのパイアリル錯体は不安定なため。 元の不飽和脂肪酸に乖りしやすい。この時、一部は熱力学的に不安定な脂肪体に戻らず、熱力学的に安定なトランス体になる。十分に水素を孵化させれば、トランス体もすべて飽和脂肪酸へと変換されるが、通常は一部不飽和脂肪酸が残存した状態で、高化油の製造は完了する。高化油の代表的なものに、マーガリンやファットスプレッドや、 ショートニングなどがある。日本のマーガリン類には脂質の8%程度のトランス脂肪酸が含まれている。デンマークでは2%までと規制されている。ファットスプレッドは油脂の少ないマーガリン類であり、そのため同量の製品ではファットスプレッドの方がマーガリンに比べて製品重量あたりトランス脂肪酸が少ない。他にはファストフードの食品、フライドポテト、 電子レンジ調理のポップコーン、チョコレートバーといった食品である。ファストフード店での揚げ物にはカラッとした食感が得られ、長持ちするショートニングが使われている場合がある。ショートニングにもマーガリン類と同程度のトランス脂肪酸が含まれているが、これを調理のために加熱しても単純なトランス脂肪酸量が増加するわけではない。 しかし、前述のように加熱による空気酸化で過酸化脂質が生成している可能性はある。ショートニングは食感改善効果が高いためビスケット、パン、ケーキ、スナック菓子などの小麦粉加工食品にも多く使われている。日本での製造者による取り組みについては日本の対応と規制を参照。アメリカ食品医薬品局の推定によると 米国疾病管理予防センターの研究者らは、食事中のトランス脂肪を排除することで、アメリカで毎年1万から2万人の心臓発作と3000から7000人の心臓病による死亡を防ぐことができると報告している。ふう、FAO の2003年のレポートで、トランス脂肪酸は心臓疾患のリスク増加との強い関連が報告され、 また、摂取量は全カロリーの1%未満にするよう勧告されている。平均的な活動量の成人の日本人1日あたり約 2g 未満が目標量に相当する。2016年の世界保健機関から出版されたメタアナリシスは、トランス脂肪酸の多い摂取量は、心血管疾患のリスク上昇と関係があるため、懸念であり、 特に他科不法は脂肪酸に置き換えることで、血中脂質の状態を改善することが確認された。トランス脂肪酸は必須脂肪酸であり、攻撃性を減少させると研究で見出されている、オメガマイナス3脂肪酸の生成を抑制し、トランス脂肪酸の摂取量が多いほど攻撃性を増加させた。摂取に伴うリスクとして指摘されているのは、 主として、拒血精神疾患の発症と認知機能の低下である。トランス脂肪酸は、心臓病のリスクとなるが、癌への関与は知られていない。トランス脂肪酸の血中濃度が低い高齢者では、脳萎縮や認知機能低下があまり起きていない。トランス脂肪酸の健康影響に関する、科学的知見によると、トランス脂肪酸を大量に摂取させた、動物実験では、 血清コレステロールへの影響は少なかった。一方、人での疫学調査では、リポタンパクが増加する可能性が示唆されている。リポタンパクは HDL コレステロールの主成分の一つであるが、一部の HDL コレステロールは、動脈硬化や心臓疾患のリスクを高めるために有害である可能性が指摘されている。詳細はコレステロール脂質異常症。 また中年老年の健康な女性を対象とした疫学調査ではトランス脂肪酸の摂取量が多い分ほど体内で炎症が生じていることを示す CRP など炎症因子や細胞接着分子が高いことが示された。これについて研究者は動脈硬化症の原因となる動脈内皮での炎症を誘発している可能性を指摘している。炎症因子については アトピーなどのアレルギー症へ悪影響を及ぼす疑いが提示されている。摂取量が多い場合に不妊症のリスクが高まる可能性がある。母乳中にその人が食べた食品に応じてトランス脂肪酸が存在し、そのトランス脂肪酸の濃度の傾向はその乳児の血中にも見られる。このカナダの研究では、 母親のトランス脂肪酸の由来は、バント、ベーカリーから32%、スナック菓子14%、ファーストフード11%、マーガリンとショートニング11%であった。なお、トランス脂肪酸は、通常の脂肪酸と同様、ベータ酸化によって代謝される。2004年の欧州食品安全機関の意見書では、トランス脂肪酸は消化、吸収、代謝経路に関して、 シス型脂肪酸と同様で、トランス脂肪酸が特に蓄積しやすいということはないと言われている。シス型とトランス型では、トランス型の融点が高くなっている。2008年のメタアナリシスでは、天然化、人工的化によらず等しく、LDL コレステロールを増加させ、HDL コレステロールを低下させることを見出した。一方、動物由来のトランス脂肪酸である。 強薬リノール酸は抗がん作用があると見られているが他の研究者はシスマイナス9トランスクリプションマイナス11強薬リノール酸が心血管疾患のリスクを低減し炎症に抵抗することを見出しているトランス脂肪酸は必須脂肪酸であるアルファリノレン酸が DHA や EPA に変換されるの阻害するということからも 冠動脈疾患のリスクを上げることが考えられる。アメリカ合衆国では2003年5月にスナック菓子製造業者のクラフトフーズに対してトランス脂肪酸を使わないように求める訴訟が起こされた。この訴訟は製造業者が代替品を見つけると約束したことで取り下げられた。この訴訟はアメリカ国内でトランス脂肪酸に対する論議を活発にすることに 役立った。これ時を同じくしてアメリカ食品医薬品局により2003年7月11日新しい栄養ラベルの規定を発表。1食あたり 0.5g 以上のトランス脂肪酸を含む加工食品や一部の栄養補助食品に関してトランス脂肪酸量を表示することを規定しトランス脂肪酸量の表示を2006年1月1日から義務付けた。 ニューヨーク市は2006年12月、同市内の飲食店におけるトランス脂肪酸の使用規制を決定した。2007年7月から一食あたりの調理油やマーガリンに含まれるトランス脂肪酸を 0.5g 以下とする規制が施行され、違反者には最高2000ドルの罰金が科せられる。2008年8月には一食あたりの送料としての 使用が0 5ム以下に規制された。2008年7月25日、カリフォルニア州において、州レベルで初めて使用禁止を決定し、違反した場合25から1000ドルの罰金が科せられる。レストランでの使用は2010年1月1日以降、禁止され、焼き料理の商品での使用は2011年1月1日以降禁止される。2013年11月、 FDA は部分効果油に関してグラの対象から除外することを予備決定した。2015年6月にこの予備決定は最終決定となり2018年6月18日より規制が開始することとなったが、この FDA の決定はあくまでも効果油を食品に使用する場合は合理的な根拠によって無害であることが保証できるデータとともに 4を使用する際は、食品添加物として FDA に届けでなければ、ならないというものであり、人口のトランス脂肪酸を含む、部分水素添加油のアメリカ国内での使用を規制する。日本国内では、トランス脂肪酸が、全面的に使用禁止といった報道が多くなされたが、これは正確ではなく、トランス脂肪酸も4も、厳密には使用禁止とはなっていない。 ただし現在の科学的な研究は圧倒的にトランス脂肪酸の安全性を否定しているものが多数である状況であるため実質的な加工食品での全面的な使用禁止になることは変わりなくまた米国の食品業界では新規制への対応がすでに十分進んでいる。牛やヤギなどの半数動物由来のトランス脂肪酸含有の油脂は規制の対象外である。 アメリカにおける製造者2007年現在、米国の KFC やスターバックスなどの大手チェーンでも、トランス脂肪酸の含量の少ない油脂への切り替えを、始めている。アメリカ連邦政府は、トランス脂肪酸について、加工食品の栄養表示を義務付けている。また、2015年6月16日に、部分水素添加油脂の食品への使用規制を決定し、 2018年6月18日から適用された。カナダでは他国に先駆け2003年1月1日よりトランス脂肪産量を栄養ラベルにて表示の義務化を決定2005年12月12日に表示を義務化した。2006年にカナダ保健省と心臓病財団が含有量限度の推奨基準を提示した。2007年に政府は その制限に自主的に取り組まれなければ、その基準の規制へと移行するという方針を発表。2009年には、ブリティッシュコロンビア州ではその基準に規制した。2018年9月15日からは、トランス脂肪酸を含むすべての食品の製造、輸入販売が禁止される。欧州食品安全機関は、2010年12月の 段階で未だに統一した法的な規制を設けていない。ただし、下記の加盟国が独自に国内での取り決めや指導、勧告を行っている。日本は欧米と違い規制が行われていない。2007年の食品安全委員会の調査報告では、日本人が1日に摂取するトランス脂肪酸の平均は1000カロリー中0.3%から0.6%で、 米国では2.6%である。これは、風韓国にある1%未満をクリアしていることから、日本人の大多数が1%未満であり、通常の食生活では健康への影響は小さいと結論づけている。ただし、日本で平均的な食生活を営んでいる場合のことで、過剰なトランス脂肪酸を摂取してしまう人も存在する。また、 LDL コレステロールに対する耐性が低い人も存在する。日本ではインターネット上で反対運動がなされている他にはごく一部の企業がトランス脂肪酸低減に取り組んでいる程度で政府や地方公共団体、業界団体は特段の規制を行っていない。2011年に消費者庁は商品に含有量を表示するガイドラインを発表した日本の企業による 低減対策欧米と違い、非常に少ない。企業によっては、一部の製品のみ、軽減の場合があるため注意が必要である。トランス脂肪酸を減らすべく、製法を変更したり、他の原料に切り替えるなどの対策が、各企業において実施された。なお、日本人のトランス脂肪酸の摂取源は、マーガリンよりも菓子類、パン類、油種類の方が大きな割合を占めている。 食品製造者が自主的にトランス脂肪酸を低減させる一方、飽和脂肪酸の使用量が増加することがある。飽和脂肪酸も心臓疾患との関連から、ふう、FAO はトランス脂肪酸の10倍の許容量である10%を上限とし、どちらも低減を目標とすることが示されている脂肪酸である。例えば、子供の健康を考えた加工食品の指針を アメリカ政府関連機関が合同で提案したとき、以下のような基準が示された。2011年4月28日、食品医薬品局、疾病対策センター、アメリカ農務省、連邦取引委員会の4機関は、肥満増加の対策として、子供に販売する飲食品の指針として、加工食品1食品あたりの上限を、飽和脂肪酸に1グラム、 トランス脂肪酸を0ム砂糖を1 3ムナトリウムを2 1 0ラムとした。飽和脂肪酸は日本ではすでに平均的に摂取しすぎであり、さらに増加させてしまう恐れがある。アメリカ農務省はパーム油は代わりにならないと公表した。パーム油には飽和脂肪酸が豊富に含まれる。日本の2015年の消費者委員会は、 マーガリンでは製造者の取り組みによってトランス脂肪酸が低減しているもののマーガリンで飽和脂肪酸が増加しているものが見受けられることを報告している。またトランス脂肪酸を低減するための揚げ油に対するマイナスイオン発生器のような装置もある。ありがとうございます。